絶対的スター平野賞2024年上半期の顔に選ばれた理由とは平野賞が変えたエンタメ界、驚異的な平野売れ、現象の裏側。2024年上半期、モデルプレスが選ぶ、2024年上半期の顔に選ばれた平野賞平野賞は、ナンバーアンダーライン愛の一員として、また個人としても大きな飛躍を遂げています。この記事では、のこれまでの跡、 現在の活躍、そして未来に向けた展望について掘り下げ、彼がどのようにして日本のエンターテインメント界で絶対的なスターとなったのかを探ります。平野翔はその華やかなビジュアルと高いパフォーマンス力で知られていますが、それ以上に彼の魅力は親しみやすさと人間味にあります。彼の出演する CM は次々と話題を呼び、マクドナルドやサントリーなどの大手企業と契約を結んでいます。 特に表参道の YSL のフラッグシップブティックでの売り上げが前日度、時間帯比540倍に達したことは、平夜売れとして大きな注目を集めました。このような驚異的な数字は、彼の持つ影響力と経済効果を証明しています。平野章はグループ活動だけでなく、個人としてもその存在感を発揮しています。特に注目されるのは、彼の多彩な演技力です。 彼はこれまでに数々のドラマや映画に出演し、その度に新しい一面を見せてきました。例えば、TBS 系ドラマ、不適切にも程があるでは、主演の安倍サダヲの娘役小川淳子を演じ、そのリアルな演技と独特なアンニュイオーラで視聴者を魅了しました。この役を通じて、彼は令和の山口桃江とも称されるようになり、日本中が彼に恋をしました。また、 彼の演技は地上波ドラマだけでなく映画界でも高く評価されています。これまでに多数の新人賞を受賞し、将来を期待される若手俳優の一人として知られています。彼は演技の勉強を一切することなく芸能界に飛び込み、20作以上に上る映画出演で磨き上げた実力を持っています。スクリーンを飛び出し、テレビの世界でもその存在を知らしめた彼の成功は、 彼の努力と才能の賜物と言えるでしょう。2024年上半期、平野翔はその才能を存分に発揮し、多くのファンを魅了しました。特にナンバーアンダーラインアイとしての活動は、彼のキャリアにおいて重要な節目となっています。ナンバーアンダーラインアイは世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラに出演し、日本の音楽フェスにも精力的に参加しています。 新曲、ボンのプロデュースなど、キングプリンス時代とは違った音楽表現で世界を魅了しています。これにより、彼とグループの可能性は無限に広がっています。平野翔の成功は、彼の努力と才能だけでなく、彼の持つ人間性も大きな要因です。彼はファンに対して常に誠実であり、その姿勢は多くの人々に感動を与えています。彼の親しみやすい人間性は、 彼の持つ華やかなビジュアルとのギャップを生み出し、多くの人々に愛されています。このギャップが彼の魅力の一つであり、多くの人々に求められている理由でもあります。平野章のこれまでの軌跡を見ると、彼の成功は偶然ではないことがわかります。彼は常に新しい挑戦を恐れず、その都度自分を進化させてきました。彼の多彩さと努力、そしてファンに対する誠実な姿勢が、 彼を日本のエンターテインメント界での絶対的なスターに押し上げたのです。彼の未来はさらに明るいものとなるでしょう。現在の活躍だけでなく、今後の活動にも大きな期待が寄せられています。彼がどのようにして新たな伝説を作り上げていくのか、その行方に注目が集まっています。彼の持つ才能と人間性が、今後も多くの人々を魅了し続けることは間違いありません。この記事を読んで、 平野翔の魅力とその成功の背後にある努力について少しでも理解を深めていただけたでしょうか彼のこれからの活躍を見守りながら皆さんも彼のように新しい挑戦を恐れず自分自身を進化させていくことができるのではないでしょうか平野翔の成功は彼自身の努力だけでなく彼を支える多くのファンの存在も大きな要因となっています彼のファンは彼の成功を共に喜び 彼の新しい挑戦を常に応援しています。このファンとの絆が彼のさらなる飛躍を支えているのです。彼の成功物語は単なる一人のスターの物語ではなく、多くの人々との共鳴によって成り立っています。平野翔のこれまでの奇跡は一つの物語として非常に感動的であり、多くの人々にインスピレーションを与えています。彼の成功は努力と才能、 そして彼を支えるファンとの絆の賜物です。彼の人間性は、彼の持つ華やかなビジュアルとのギャップを生み出し、多くの人々に愛されています。このギャップが彼の魅力の一つであり、多くの人々に求められている理由でもあります。彼のキャリアの中で特に注目すべきは、彼の音楽活動です。ナンバーアンダーライン愛としての活動は、彼のキャリアにおいて重要な節目となっています。 世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラに出演し、日本の音楽フェスにも精力的に参加しています。新曲、ボンのプロデュースなど、キングプリンス時代とは違った音楽表現で世界を魅了しています。これにより、彼とグループの可能性は無限に広がっています。また、彼の演技力も高く評価されています。TBS 系ドラマ、不適切にも程があるでは、 主演の安倍貞田の娘役小川淳子を演じ、そのリアルな演技と独特なアンニュイオーラで視聴者を魅了しました。この役を通じて、彼は令和の山口桃江とも称されるようになり、日本中が彼に恋をしました。彼の演技は地上波ドラマだけでなく映画界でも高く評価されており、多数の新人賞を受賞しています。彼の成功は単なる偶然ではありません。 彼は常に新しい挑戦を恐れず、その都度自分を進化させてきました。彼の多彩さと努力、そしてファンに対する誠実な姿勢が、彼を日本のエンターテインメント界での絶対的なスターに押し上げたのです。彼の未来はさらに明るいものとなるでしょう。現在の活躍だけでなく、今後の活動にも大きな期待が寄せられています。彼がどのようにして新たな伝説を作り上げていくのか。 その行方に注目が集まっています。平野翔の成功は彼自身の努力だけでなく、彼を支える多くのファンの存在も大きな要因となっています。彼のファンは彼の成功を共に喜び、彼の新しい挑戦を常に応援しています。このファンとの絆が彼のさらなる飛躍を支えているのです。彼の成功物語は単なる一人のスターの物語ではなく、 多くの人々との共鳴によって成り立っています。彼のキャリアにおける重要な瞬間の一つは、キングプリンス時代です。彼はこのグループで数多くのヒット曲を生み出し、多くのファンを魅了しました。しかし、彼はその成功に満足することなく、さらなる挑戦を求めてナンバーアンダーライン愛に参加しました。この新しいグループでは、彼は新たな音楽スタイルを模索し、 グローバルな視野を持って活動を続けています。彼の音楽活動だけでなく、彼の演技力も注目されています。彼はこれまでに多くのドラマや映画に出演し、その度に新しい一面を見せてきました。特に TBS 系ドラマ、不適切にも程があるでの彼の演技は、多くの視聴者を驚かせました。彼のリアルな演技と独特な暗入ーラは、令和の山口桃江とも称されるほどです。 このような評価を得るためには、彼の持つ自然な演技力と努力が必要不可欠です。最後に、この記事を読んで、皆さんはどのような感想を抱いたでしょうか平野翔の成功の秘訣は何だと思いますかそして、彼の未来にどのような期待を寄せていますかぜひ、皆さんの意見や感想をお聞かせください。平野翔のこれからの活躍を共に見守り、応援していきましょう。